2019年8月31日、我々は北海道のプリチャン店を巡る旅ということで札幌へと渡った。初日は移転したプリズムストーン新札幌店をはじめ、札幌市内の店を3店回る。翌9月1日、早朝に出発し、遠方の店に行くのかと思いきや、なんとディレクターの趣味のローカル線巡りが始まってしまったのである。誰が使うのかという森の中の駅に降ろされ、さらに1日1本しか列車の走らない路線に乗せられ、たどり着いた終着駅。さらにこの終着駅で出発する列車が取りたいと残った結果、1日1本しかない列車は出発、駅に取り残されてしまったのである。はい、イオン滝川店に着きました。今何時何分よ？11時25分ですね。あのさっきの1日1本しかない駅を出た時間は？10時10分ぐらいですかね。列車が出た後もちょっと写真撮ったりしてましたから。1時間15分も歩いてるじゃないの、どうなってんのよ。それではここで地図を使って説明しよう。前回たどり着いた1日1本しか列車が来ないという新十津川駅、実はそこからバスに乗れば15分程度で1日に何本も列車の来る滝川駅に行くことができる。しかし新十津川駅で列車の出発を撮影したいととどまっていたらバスが出てしまったのである。そのため滝川駅まで50分近くかけて歩くことに。しかも駅まででやめておけばいいものを、もうちょっと歩けばプリちゃんの置いてあるイオン滝川店に行けると、そのまま歩いたため1時間15分も歩き続ける羽目になってしまったのである。それにね、滝川駅に向かうバスが今目の前で出て行ってしまいましたね。なんなのあれ、なんか見せつけるように長い間止まって。どうだ、乗るか。でもその距離じゃ間に合わないだろうみたいなね。で、あれに乗れなかったってことは？ここも1時間に1本ですから、次待ってたら予定の列車に乗れなくなってしまいますので、また歩きで。まあ滝川駅までなら30分ぐらいで着くでしょう。まあとりあえずですね、ホロチケを置いて。あー、そうだね、ホロチケ置いたぞ、万歳。ああ、もう北海道まで来てなんでこんな目に遭わなきゃならないのよ。まあまあ、もう今日は歩くところはないですから。本当かな。大丈夫大丈夫、次は駅前だし、その次も10分ぐらい。駅前です。なんと駅の隣にあります、すごい。というわけで早速ホロチケを置きに行きましょう。大変残念なことに大会やってて近寄れなかったよ。さすがにあそこに乗り込んでいくわけにはいかず、ホロチケを置くのは断念しました。もう次よ次。次は期待していいですよ。これぞ北海道みたいなところにあるお店のはずです。本当に大丈夫かな。
また何にもない。どうです、いかにも北海道って感じの場所でしょ。こんなところで降りてどうすんのよ。こんな道路の脇に電車に乗る台をくっつけましたみたいな駅で。まさかまた個人的にとか。何言ってんですか、ちゃんとここにはありますよ。また2時間も歩いちゃったりするとか。そんなことはありません、ここからもうお店の看板見えてますしね。え、あれなの。そうですよ、それでは早速の前に駅の写真いくつか。こういうところ他じゃないですからね。ああ、歩きまくったからこんな足湯でも気持ちいい。はい、というわけでスーパーセンターベストムというスーパーとホームセンターを合わせたようなお店のプリちゃんにフォロチケを置いてきました。そういえば、あの看板はパチンコ屋だったわね。しょうがないでしょう、あの場所から見えたのはあれしかなかったんだから。で、ここはそのスーパーと同じ敷地にある温泉ホテルで無料開放されている足湯です。ポプリの湯っていうのね。はい、というわけで先ほどの温泉のまた隣に来ました。メロンにソフトクリームがドーンと乗ってるの。私の考えているメロンソフトとは全然違うものが出てきてしまって。うーん、美味しそう。これ1000円もするんですよ。いやー、こういうところを歩いてるとなんか心が広くなるな。はい、お疲れ様でした。もうすっかり日も暮れてしまいましたが、これにて予定していた店すべてを回り切りました。やった、最後の富良野、よかったな。で、ここから空港行って飛行機。船です。だから船、割と最近おなじみになってきたフェリーです。まず電車で苫小牧まで行って、そこから八戸行きのフェリーに乗ります。そして明日1日かけて青春18切符で帰りますよ。